今井館の前に立つ内村勘蔵今井館は、無教会派の内村勘蔵の活動の拠点になった聖書講義のための行動である。大阪の高領商人であった今井正太郎は、日本キリスト組合協会天馬協会の信者であった。内村勘蔵が主筆を務めていた、東京独立雑誌を愛読していた。1900年に廃館された時は同情の手紙を送った。 1900年秋に、内村が京都で講演をした時に、今井は初めて内村の講演を聞いて、事業不振で苦境にあった今井は励ましを受けて、事業が好転する。しかし、1906年に今井は休止する。聖書の研究第100号記念館社会と今井館、開所式、内村勘蔵は亡き今井のために、墓碑鳴を書いた。1907年、 天馬教会で開かれた記念会に出席し、友好の悲儀と題した講演をした。これがきっかけで、今井の未亡人の部から、内村のために1000円の寄付が送られた。この寄付金をもとに、内村は東京府豊玉郡ヨ淀バ市長柏木の自邸に、聖書講義のための会場を建設した。建物は1907年末に完成して、今井館と呼ばれるようになった。 内部は8条と6条の2件になっていた。今井館により、角はず聖書研究会にも余裕が生じて、1908年からは、聖書の研究の1年以上の講読者には、出席が認められるようになった。聖書の研究第100号を迎えた1908年6月に、その記念を兼ねて、今井館の開所式を行った。以降、内村の無教会派の拠点として、 重要な施設になった。ありがとうございます。